サンドジュリエです。最近のビデオはバイオリンばっかりでしたので、今日は、アナログレコードで、音出しをしてみたいと思います。最近ですね、ターンテーブルのドライカーボンのシートですとか、あとカートリッジシェルのですね、ここの部分にゴムがついてるんですが、それをこうドライカーボンに変えるアイテムとかがよく出てですね、ちょっとアナログレコードを聞く時間が増えましたので、アナログレコードの方がいいかなと思いまして、レコードをかけます。使用するプレイヤーはエラックのミラコード90、こちらに、アンプとしましてはトライオードの、ムサシですね、 KT150 を使用した真空管アンプです。このイコライザーも搭載されておりますので、そのまま接続するだけで、このイコライザー、こう別売りのこういったこのイコライザーは、必要はありません。レコードは TBM のこれナンバーが59ですね、ガールズトーク B 面の1曲目をかけたいと思います。スピーカーの方はタンノイのスーパーレッドモニターを使用します。じゃあちょっと聞いてみましょう。
という感じでした。こちらの武蔵なんですが、定価が58万円になりまして、あとトライオードの方でプレミアムショップ認定店という、こういうあの承認を得たお店じゃないと買えませんので、価格 .com とか Amazon のような通販サイトでは、販売されておりません。それからと電源ケーブルがですね、この別売りで2万円の、リフォーミング無酸素銅採用の電源ケーブルというものが今、武蔵をお買い上げいただけるお客様にはこれが付属されてくるということでお知らせが来ました。なんか純正よりだいぶ重たいですね。あとモールド型になっているんですが、これは、接点による酸化の防止、劣化防止という感じで、記載されております。詳しくは、YouTube 下に、私のブログの URL が貼ってありますので、そちらをご覧いただければと思います。今日は以上です。